に所在するるるる大統領官邸でででああメディアでは漢字で略して青とと呼ばれることが多くある英語では、ホワイトハウスのようにブルーハウスと呼ばれることがある。青瓦台という名称は、官邸の屋根が青い瓦で吹かれていることに由来する。警備は厳重であるものの、毎日観光バスで、多くの外国人観光客が訪れる観光地でも、ある。なお、 観光客も予約をすれば、内部の見学ができるが、身分証明書が必要。国防上の理由から、地図上では一部の観光地図を除いて記載されていないことが多い。航空写真においても、韓国国内向けのものでは、加工により消されていたり、ぼかしが入れられている場合がほとんどである。聖画台がある地域には、 もともと高麗時代に王族が住んでおり、李氏朝鮮の創始者である李政権が慶福宮を建設した。日本統治時代の1939年7月、朝鮮総督官邸が建設された。1948年に大韓民国が成立すると、初代大統領李正万が旧朝鮮総督官邸を官邸及び皇帝として使用した。当時の名称は、 警部隊であった1960年12月に、尹前大統領が、警部隊から、青瓦大に名称を変更して、現在に至る。僕正規政権下の1968年1月には、官邸が、北朝鮮の特殊部隊に襲われる、青瓦大襲撃未遂事件が起こった。ロタイグ大統領時代の1991年、それまでの大統領官邸、 皇帝に隣接して、現在の大統領官邸が竣工した。旧大統領官邸、皇帝は1993年10月に解体された。青華台襲撃未遂事件以降、青華台周辺の道路は一般通行が禁止されていたが、金ヨンサム政権になってから昼間のみ一般通行が可能となった。ムンジェイン政権によって、 2017年6月26日からは、周辺道路の一般通行が24時間可能となり、周辺に設置されていた検問も平時は撤去されることとなった。写真撮影に関する規制も廃止され、聖画台を背景に自由に写真撮影できるようになっている。2005年にポータルサイトの Google が提供している衛星。 航空写真地図サービスである Google Earth に青瓦台の主要施設の画像が表示されていることが発覚した。これについて青瓦台側はアメリカ合衆国連邦政府など関係機関と対応を協議していると発表している。Google マップでも航空写真表示では青瓦台の主要施設の画像が表示されている。韓国の法律では人工衛星で撮影された。 主要保安施設や軍事基地の写真を公開することは禁止されており、同様のサービスを提供している。ネイバーチーズにおいては、聖画大周辺の画像をぼかす処理をしている。ありがとうございます。